鮭の瓶の蓋の話。鮭の瓶の蓋の話。私、子供の頃ですね、実家でですね、ご飯食べてて、なんか瓶の蓋開かないぞっていう事案がよく起きてまして、もう1ヶ月に1回ぐらい、瓶の蓋が開かないぞっていうね。うん、で、開けてみたいに言われて。で、私、男だから力があるからね、まあ、中学生とかでも、まあ、開けられるわけね。ただ、やっぱり私でも開かないものもあったりとか、いろいろして、で、そういうね、そういう時は、ご飯にかける鮭のフレークありますよね。鮭フレークの瓶の蓋が開かないとか。あと、なめたけの瓶の蓋が開かないとかね。これよくありましたね。で、なんで両方ともご飯にかける系の、ふりかけ系というかね、ご飯のお供系というか、それなんだと思って。で、私が考えたのは、ご飯のお供系っていうのは食卓で座ってて、あ、食べようと思って、ちょっとご飯は残ったからね、ちょっと食べようみたいな感じで、すぐ開けなきゃいけないと。もう1分で開けなきゃいけないと。何分もね、かけてたら、それはご飯中断しちゃうからね。だから緊急性が要求されるような、そういう、まあ、タスクなんですね。で、他のね、瓶は、調理中につく、開けなきゃいけないとか、あと別にご飯関係なく開けなきゃいけないとかいうことなんで、私たちは見てないと。子供だからね、こうキッチンで調理してるところを見てないから、だからそういう時も開けづらい時もあったと思うんだけど、見てないから、私たちが見るのが、我々が見るのが、子供でね、食卓ついて親とかいて、で緊急でね、こうなめたけの瓶を開けなきゃいけないっていうね、で、グーってやったら開かないっていう。でね、最後の方はね、最後の方って後半はね、なんかね、うちのね、家でね、便利グッズみたいなの使ってましたよ。便利グッズ。なんか歯医者のやっとこみたいなのありますよね。歯医者の、エンマ様が舌を抜くみたいな、やっとこみたいなのありますよね。あれの小さい版で、瓶をね、どうやって挟むんですね。丸いとこで。で、クイッて回すと、開くみたいな。握力をこう増加させるようなギア、蓋を開ける専用のギアですね。でいろんな形の径のね、蓋に対応できるようなギアがあって、それ買ってきてましたね。で、これでやると結構開くと。だそれでもね、開かないね、蜂蜜の瓶とかね、いろいろありましたよ。だけど、もうほとんどね、それで開くんで、やってましたし、それがない時どうしてたかっていうと、まあ、力ずくで開けるか、それから、瓶の蓋にですね、輪ゴムをね、何重かに巻くんですね、輪ゴムを。で、グッてやると摩擦が増して開きやすいとか、いろいろありましたね。で、最近ね、ご飯、家で食べるときに、瓶の蓋が開かないなんてことはないんですよ、基本的に。瓶の蓋が硬いとかね。鮭フレークとかね、なめたけとかもたまに食べますけど、別に瓶の蓋開かないなんてことなくて、もしかしたら、やっぱり技術革新で、しっかり閉まるんだけど、しっかり閉めても開くときはちゃんと開くみたいなね。そういった瓶の形状になってるのかなと、そう予想してます。